ああ、焚き火で焼く焼き芋は美味しいわ。久々にキャンプもいいもんだな。椎茸焼いても美味しいですよ。それにしても火って見てると癒されるよね。なんていうか神秘的というか、心が吸い込まれそうになりますね。刀を鍛える時にも熱せられて真っ黒になった玉鋼が、炎の中で真っ赤に染まる様や、そこから輝く闘神へと変わっていく様子を見てると、科学技術が発展した現代でさえ、神や精霊が宿ってるんじゃないかって思っちゃうよな。昔の人は今よりもさらに神聖なものって感じてたんだろうね。よし、それじゃあ今日は平安時代の名工で、日本刀の中でも最高傑作と呼ばれる天下五剣の、三日月宗近を手掛けた三条宗近が、狐の精霊と共に作ったという不思議な刀の話を紹介するぜ。おお、なんだか面白そうな話だね。お願いします。狐と共に打った刀。時は平安時代、ある日の夜、一条天皇は夢の中で不思議なお告げを受けたんだ。紫式部や清少納言がいた時代の天皇ですね。なんかすごい時代だね。で、その夢の内容って？その夢の内容は、今日山上にいる鍛冶師の宗近に、刀を打たせなさいというものだったんだ。すでに当時から最高峰の刀匠として知られていたぜ。名誉な案件だね。でも宗近は、いやー、でも刀は一人じゃ打てないし、無理ですよ。と、一旦は断るんだけど、何言ってんの？これ帝の命令だから、断る権利とかないから。と、使いの者は宗近の言い分を聞き入れてはくれないぜ。まあ、当然といえば当然ですね。優れた刀を打つには、優れた相槌。つまり、向かい合って共に土を振るうものが必要なんだよ。相槌を打つ、の由来はここから来てるのね。で、困った宗近は稲荷明神に助けを求めて参詣するんだ。ちなみにこの場所は、京都に今でもある、相槌稲荷神社とされているぜ。東山区にある神社ですね。そしてそこで宗近は、一人の少年に声をかけられた。少年は、中国で語られる剣にまつわる物語や、大和武が持っていた草薙の剣について語り、刀を作ることの大切さを宗近に話し、私が相槌を務めようと約束して稲荷山へと消えてしまった。あの少年は一体何者だったんだ？と、不思議に思いながら家に戻った宗近は、支度を整え、刀を打つための段を飾り付けて祈願をした。するとそこへ、狐の精霊が神々しく輝き、姿を現した。相槌を務めよう。と告げると、稲荷明神で出会った少年こそが、明神の化身であったのだと宗近は気づいた。そして刀を鍛える二人。相槌も見事に合い、出来上がった刀に、小鍛冶宗近と、自らの名と共に、明神の化身である狐が手伝った証として、小狐の名を刻んだんだ。粋な計らいだねー。そして稲荷明神は刀を使いの者に渡し、雲に飛び乗り帰っていったんだ。狐いいやつすぎません。これが由来となり、この刀は、小狐丸って名付けられたんだ。なんだかファンタジーというか、ハートフルな話だね。その後小狐丸はどうなったんですか？小狐丸はその後、藤原道長の元に渡ったとされていて、その道長が亡くなった後の刀の行方については二振りあるとか諸説あって、一振りは、道長の直系にあたる藤原北家、藤原の頼長の元に伝わったというもの。そしてもう一振りが、同じ時代に藤原南家の出で、僧侶であった藤原の神勢の元に伝わったというものなんだ。そしてさらに時が流れ、江戸時代、八代将軍であった徳川吉宗が、この小狐丸の存在を知り、探索をしたんだけどその行方はよくわかってないんだ。完全になくなっちゃったの？いや、そういうわけでもなくて、現在その小狐丸と言われる刀が何振りか存在しているんだよ。一体どれが本物なんだ？現在の小狐丸の行方。その中でも特に有力視されている二振りがあるんだけど、まず一つ目が、大阪府、東大阪市にある、石切剣屋神社で、宗近作とされる小狐丸が伝わっていて、祭りの際などに公開されているぜ。意外と小さめなんですね。ああ、だいたい全長53センチ、刃幅約2センチくらいで、戦闘で使う刀ってよりは、神事の時の儀式用って感じのサイズだぜ。なんか可愛いね。ここの神社はツイッターで刀剣類などの展示予定日を通知してくれるから要チェックだぜ。神社がツイッターってすごい時代になったもんだ。そしてもう一つが、奈良県天理市の磯の神神宮にあるぜ。ここって確か、七支刀があるとこですよね。そうだな。こっちの刀の波長は 79.1 センチと、石切剣や神社のものよりもだいぶ長い刀になってるぜ。本格的な刀って感じだね。実はこっちの小狐丸は鎌倉時代に作られたもので、備前の刀工、義則の銘が刻まれてるんだけどね。パチモンってこと？っていうよりこの小狐丸にはまた別の伝承があって、昔、奈良県の姿神社の境内に小狐が住んでいた。ある時、近くの淵で村人を苦しめている大蛇に小狐が立ち向かうが、返り討ちにあってしまう。だがその時、源九郎狐が眷属を引き連れて現れ、その加勢を得て見事大蛇を退治した。そして大蛇の尾からは宝剣が見つかり、村人はこの宝剣を小狐丸と名付け、天理の磯の神神宮へ奉納したっていう話だぜ。そんな逸話があったんですね。この話にはいくつか別パターンも存在するから気になった方は調べてみてね。これも Twitter で情報見れるのかな？こちらは公式ホームページがあるからそこをチェックしておくか。春日大社の方でもたまに展示してるみたいだからそっちもチェックしてみてね。ラジャー。こっちの小狐丸は奈良県指定文化財になってますね。ってことで小狐丸についてだったぜ。狐って人を化かすイメージがあったけど、こういう一面もあったんだね。それじゃあ狐にちなんで、油揚げ焼いてお酒と一緒にいただきましょうか。お、いいねー、美味しそう。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。